さあ両チームの選手たちがこの味の素スタジアムのピッチに登場してきました。さあキックオフの笛が吹かれました。アウェーのジュビロ磐田のボールでゲームがスタートをしています。さあここはライン際からのフリーキックということになります。レアンドロとバンゲラガンデがボールのところ、高く上がったボール、ヘッドで押し込んだ、ここはゴールイン。最後は木本が押し込みました。高く上がったボール、 FC 東京早い段階、この4分でセットプレーから先制点です。上がるボールって結構判断とかも迷いがあって難しかったりするんですけど、はい、ギリギリのところですもんね。先に木本ジャンプですね。まあ、多分ジュビロの選手もキーパーキャッチするだろう、まあ、全てがそういう形でいってんじゃないですかね。一応チェックはするんですかね今。そうですね、はい。まあ、この時にはもう鈴木右のウィングバックはもうウィングの位置にポジション、うん、あっとちょっとミスがあって、ここは渡辺の持っていくシュートだー。2点目決まりました。岩田ミスが出てしまいました。それをすかさずしっかりと得点に結びつけた FC 東京、14分で2得点です。まあ、前からプレスに行ったところ、まあ、そこでミスキックが出たんですけど、まあ、三浦だけの責任ではないかなという気は僕はします。このセカンドボール、山本浩介拾ってまた浮かす、高く上がったボール、まあ、流れてここから落ちていく、ファーサイドは押し込めない。鈴木優斗がいましたけれども押し込みませんでした。これでメッシ東京全体的に上げとかなきゃいけないんですけどね。あ、そうですね、はい、ちょっと足が止まっちゃう、はい、東がカット。さあ松木ル呼んでいる、左渡辺ローマ、渡辺に出す、中には3枚いますが、さあ、うん、クロスバーだ、松木クリュー、バングーナガンデからここは遠藤カット、阿部チャンス、あ、ここで上原シュートだ。ゾービックのセーブになります。そして長友から、いいですね、はい、もう松木は狙ってましたが、ジャメイン亮ワンタッチ、そしてシュート、あー、枠の右でした。惜しいシーンでしたよ、須永のシュート。東京ボールスローインです。ここで長い笛が吹かれました。